ヨダツトムさんヨダツトムさんヨダベンゾウカエ6年5月15日、1853年6月21日、大正14年、1925年12月12日は、日本の北海道開拓者。北海道開墾を目的として結成された、万世者を率い、帯広市を託した。開墾に関わる業績から、緑地宝賞を受賞している。 北海道神宮開拓神社の祭神。与田家は、甲州武田市の流れを組む伊豆国長郡大沢村、現、鴨郡松崎町の豪農で、勤さんは、前衛門の三男として生まれた。最も幼くして次男が亡くなったため、戸籍上は、次男となっている。陽名を倉之助と言い、土屋三与、星名水月から冠石を襲わる。12歳で、母が、後を、 応用に14歳の時に、父が死去し、兄の助に兵が後を継ぐ。兄と共に、伊豆の松崎町にある、土屋山与の私塾、山与塾に学ぶ。19歳の時に上京し、スコットランド出身で、スコットランド一致長老協会の宣教師、医師、ヒューアデル、1840年から1901年の、英学塾に学び後に、開拓の同志となる、鈴木重太郎。 渡り勝ると知り合う。その後、慶応義塾に進み、当時の新知識を吸収。福沢諭吉らの影響もあり、北海道開拓の志を立てたが、異病と活気のために年在学の後中退し教理に帰る。明治十二年、1879年に、兄、助に平が提唱した洋学校に、渡辺を招き教頭し1月15日に、 私立豆洋学校として開校した。この学校は後に、軍立中学豆洋学校と名称を変更した後、昭和24年、194年4月に、静岡県立下田北高等学校となる。同校の同窓会は豆洋会を名乗る。明治12年、1879年4月に、十枚の陸と結婚し、この頃北海道開拓の志を固めた。 明治十四年千八百八十一年に万世者の代表発起人として単身北海道に渡る。万世者は失敗に終わるが、改殿事業は成功して、十勝開拓の父と呼ばれた。明治十四年千八百八十一年八月十七日に北海道に渡った勤さんは、函館からイブリ、函館に戻り、根室に向かいく白国、十勝国、 日高国の沿岸部を調査し、苫小牧、札幌を経て北に着く。明治十五年、八百八十二年には、郷里の静岡で、助に兵、縁、前後と、つとむさんを、発起人に、万世者を設立し、資本金を五万円とした。政府から、未開地一万丁部を無償で払い下げを、受け買い婚しようというのある。学友の鈴木と鈴木の父、鈴木親とに、 横浜港から北海道に向かい、札幌県庁にて開墾の許可を願い受賞に向かった。7月16日に、十勝国家政軍で帯広村、帯広市を開墾予定地と定め鈴木重太郎と鈴木親町は帯広に残り、務さんは帰国した。その頃の帯広にはアイヌが10個ほどと和人が1個ある、のみだった。静岡では渡辺勝が移民の募集をした。 明治16年1883年4月に13個27人が集まり横浜を出港した。4月14日、函館に着いた一行は、海陸二手に分かれ、帯広に向かい、1ヶ月後の5月14日に帯広に到着した。明治16年1883年、帯広に入った一行をまず鹿量の伸びが襲い、次に稲子の大群が襲った。 食料として、泡を巻き付けするも、天候の不順や、ウサギネズミ、鳥の被害に遭いほとんど収穫来なかった。明治十七年、1884年も、また、天候が優れず開墾は、父として進まず、開拓団の間に絶望が広まっていた。ストムさんは、米一年分を、大津、現在の豊頃町に貯蔵したが帯広への輸送が、困難な状況あった。 食料を不足を打開するため、東園群あたり、園村瀬花苗、追いかまない、現在の広労軍大気町に、主畜農業を経営する。明治18年、1885年には、農場を導入し羊、豚を飼育しハム製造を目指した。ジャガイモデンプンを研究し、農耕の機械化を試みるが、いずれもうまくいかず、当初の移民は3個にまで減少した。 明治25年、1892年頃には、状況が、ようやく高転し食料渡り、小豆、大豆の収穫もめどがつくようになった。当初万世社の設立にあたっては15年で1万、長部の土地を開墾しようとの目標を掲げていたが、目標には遠く及ばず30長部を開墾するのに10年を、要子ありさまであった。明治25年、 1892年11月の、助、二平、勤三兄弟の助君から奮起し万世社の事業を拡大した。会社組織を合資会社とし社名を、万世合資会社と改める。函館に牛肉店を開業し、東別村に畜産会社を作る。帯広には、気候場を作り前別村、現在の音と町に牧場を開いた。明治30年。 1897年に、社有地の一部を宅地として開放すると、多くの移民が殺到した。明治35年、1902年には、バター工場を創業。他にも缶詰工場、電流工場等もあった。勤さんと万世社が手掛けた事業はいずれも現在の、と価値、帯広に根付く産業となったが当時万世社の経営は、てくいかなかった。大正5年。 1916年に、売買、売り借り、今の帯広市南東部等の農場を売却することによって、番生者の活動は事実上休止する。大正14年、1925年には、ストムさんが中部省に倒れ、9月には、ストムさんの看病をしていた妻が亡くなり、12月12日、ストムさんは、帯広町西2条10丁目の自宅で池を引き取った。 去年七十三、ストムさんの死後昭和七年、1932年に、万世後司会者は解散し、翌年の昭和八年、1933年、帯広は、北海道で七番目に姿政を施行した。ストムさんは、その死の間際、万世者には何も残らん。しかし、トカチアには、と十回したという。昭和十六年、1941年6月。 中島武一によって、帯広神社前に銅像が建立された。この銅像は、戦時中に、金属王将によって供された。昭和26年、1951年7月に、銅像が再建された。昭和29年、1954年9月には、北海道開拓神社に、つとむさんが講師される。帯広市の菓子メーカー六家庭が作る。 マルセイバターサンドは、ストム三島の万聖者を記念したものである。昭和32年、1957年12月25日、中川郡幕別町に、国鉄広尾線の与田駅が新設されたが、昭和62年、1987年2月2日、広尾線と共に廃止された。昭和60年、1985年4月、 出身地である松崎町で、つとむさんと土屋、助、二平の三人の偉行を称え、第一回中川賛成、祭りが開催された、以後毎年4月第一日曜日に開催。平成元年、1989年に、明治26年、1893年から大正4年、1915年頃まで、つとむさんが当園村生花苗で住んだ住居が、 復元され、ヨダ・ツトムさんを住居として、大気町の史跡の一つになっている。平成14年、2002年の回帰120年を記念して、勤トムさんの生涯を綴る映画、新しい風から若き日のヨダ・ツトムさんが制作され、勤トムさん役は、北村一輝。第38回ヒューストン国際映画祭で、グランプリに輝きた。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。